はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます、杉健太です。皆様お疲れ様です。チャンネル登録、高評価、コメント、共有のほどねしてくださっている方々ありがとうございます。現在のチャンネル登録者数が1310人でしたかね、チャンネル登録してくださっている方々ありがとうございます。メンバーシップのね入っていただいている方々ね、ありがとうございます。励みになっております。はい、で今回はね久しぶりのね動画をあげます。で今回はこれ、味噌菌飯ね。ラーメンの方はね食べたんでね、次はね飯の方をね食べていきたいと思うんでね、まだ食べたことがない人、食べたことある人もねコメントくれると嬉しいかなと思います。はい、ふみさんがね映ってますね。はい、それを作ってくるんで待っててください。はい、はい、ということでね、お湯をね入れてまいりました。はい、お湯を入れてまいりましたよ。5分待って、蓋剥がしてかき混ぜながら特製香味油を入れてよくかき混ぜ、出来上がりだそうです。ということでね、5分待ちましょう。はい、5分ね、長いね。はあ、5分は長いよけどね、匂いがね、すっごく良かった。お湯入れる前の匂い、あと、うわ、めっちゃいい匂い、めっちゃいい匂いする。よだれが垂れるぞはい、ということでね、5分経ちました。じゃあ食べていきたいと思います。ますね。開封。こんな感じを皆さん見て。見えるかな？こんな感じです。めっちゃうまそう。で、これを取って、このね、これ、油、ゴミ油、特製。こいつを入れて、かきます。かきましちゃうぜ。ガチガチかきますぜ。初めて食べるこの飯系。よくかき混ぜて出来上がる。よくだそうです。ちょっと念入りに。おー、なんかとろみが、あっち。あ、美味しい。よし、こんなもんかな。お、だいぶなんか増えたっていうのも。はい、こんなもんじゃ出来上がりました。はい、美味しそう。見て、美味しそう。ほら、見て、美味しそう。はい、それではね、味噌菌飯さんをね食べていきたいと思います。いただきます。動画を切ります。これはうまいね。うまいよ。ちょっとピリッとしてて、味噌ベースで。米も若干歯ごたえがあって、これは
は美味しい。ああ、うん、これは美味しいね。うん、美味しい。初めて食べた、うん、カップラーメン、ご飯、美味しい。美味しいしか言えない結構野菜も、結構つってもあのカップラーメンの量もね野菜も入っててシャキッとした感触があってすごく美味しい。でご飯も芯があるって言い方じゃん、お菓子かなんかちょっと歯ごたえある。ご飯美味しい。うん、これはうまいね。冬場いいねこれは冬場がいい。ニンニクダメな人はちょっと無理だな。ニンニクが結構効いてる。うん、やけどなんか深みがあって美味しいっすよ本当に。本当美味しい、うん、ごちそうさまです。完食しました。綺麗に、はい、味噌キムチさんね、はい、俺は麺よりこっちの方が断然好きですね。まだね、麺は食べたことあるけど飯は食べてないよっていう人食べてみてこれは美味しい、本当に美味しい。はい、はい、ということでね、今日の動画はこの辺で終わりたいと思います。動画をね、どんどん増やしていく予定なんでね、もしこういうのをやってほしいとかね、なんかあったらね、コメントくれると嬉しいかな、と思います。はい。で、配信の方もね、毎日やっているんで、ぜひね、この動画見てね、あ、配信もちょっと見に行って、見たいなとか思った人はね、ぜひね、配信の方も遊びに来てください。はい、それでは皆さんも最後までね、ありがとうございました。じゃあ、動画の、配信の方で会いましょう。バイバイ。バイバイ。ありがとう。チャンネル登録よろしくです。